はい、プロレスアーク2018紡ぐメインイベント60分一本勝負、阿部文典、明人 VS 伊藤優作、ノリダファンキーしびれさす。人とノリで始まりました、はい、リング上は勝負の場ということで、相手に情けはかけちゃいけないんですね。はい、ちょっと叩き込んでいく。そしてアキトもエルボー返していった。さあチョップで返す。さあここで今度はノリがため込めてボディスラム。しかしここで一瞬急に少しがね、これが油断ならないです。はい、これがアキトというプロレスラーですよ。さあそしてこれはロメロスペシャルに行くのか、行かない。ガガンマンを蹴りに行った。危ない、あ、脇がダメです、行かせない。ソバットボディに入れておいて、さあ、ゲー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 、さあ、足を気にしながらもギラチンドロップ、アウター2。さあ、ここでニアッパーをちょっとで返す。そしてここはサムソンクラッチから後ろに投げてった。ノリ、いや、けど自らダメージを同等にしたのかもしれないですよ。V で言ってますからね。坂コーナーサイド、チーム今池がさあチンクラッシャーからビッグブーツ、優作の強烈な蹴り、そしてトップで返すノリ。そこでトーブを捉えた。さあここで、強烈な一発。さあここで壁決めろよ。強烈に突き刺さった。そしてその蹴りが入った。さあここでおまんじがために入った。さあ決めるか、これが最後の技になるのか。そして腕を固めた、腕を固めた。